さあ、それでは最後の表彰となります、最後ですね、団体戦の表彰となります。準優勝と優勝2チーム、こちらステージにお上がりいただきます。まずは準優勝から発表させてください。準優勝は横浜ベイシルトンポピュラーズの皆さん、どうぞステージにお願いします。代表、代表ポイントが本当に嬉しいね。ありがとうございました。はい、相川さん、松井選手、佐野さん、宇本さん、このメンバーで戦いました。いやー、かっこよかったですね。ここでもでは準優勝の表彰を課長お願いいたします。表彰状からお願いいたします。はい、表彰状、スメーターズレースジャパン2014、団体戦準優勝、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様、あなた方はウェイターズレースジャパン2014の団体戦におきまして、当初の成績を収められましたので表彰します。タイム6分38秒。平成26年11月24日日本ウェイターズレース協会会長さんです。おめでとうございます。そして目的をお願いいたします。はい、横浜グランドインターコンチネンタルホテルブッフェダイニングオーシャンテラスディナーブッフェ、ペアご招待券です。はい、ペアおめでとうございます。はい、はい、掲げていただきました。ありがとうございます。そしてこれでちょっと準優勝という気持ちもありますので、一言だけ表彰の方に悔しい思いとか何かありましたら、皆さんからマイクをどうぞお願いいたします。皆さん遅くまでお疲れ様でございます。3年連続準優勝の挨拶をさせていただきます。今年こそはロイヤルパークさんにと思って挑んで、まあ、準決勝はいい試合できたんですけど、決勝は、完敗でございました。ロイヤルパークさん応援にいらっしゃったお客様、ぜひ今後はですね、横浜西口の横浜ベイシェラトンまで少し浮気していただいて、ホテル、それから、飲食店の横浜のですね、これからを、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。楽しい思いを引き締めると思いますが、来年の力になります。今一度岡山選手とモグランドターズに大きな拍手をお送りください。準優勝おめでとうございました。ありがとうございました。連続となるとね、いろいろ思いも、ね、あるとは思いますけれどもね、悔しかったと思いますけれども、また来年が楽しみです。さあ、それでは団体戦優勝チームを、発表したいと思います。優勝は横浜ロイヤルパークホテルの皆さんです。どうぞステージにおいでください。トミケさん、和田さん、大畑さん、トミケさん、トッコさんのご代表です。大きな拍手をお願いください。おめでとうございます。それでは大学的な表彰状の授与をお願いいたします。表彰状、ウェイターズレースジャパン2014団体戦優勝、横浜ロイヤルパークホテル様、あなた方はウェイターズレースジャパン2014の団体戦におきまして当初の成績を収められましたのでご優勝します。タイム6分24秒。平成26年11月24日日本ウェイターズレース協会会長会長を、おめでとうございます。そして目標の方の紹介です。はい、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズスカイラウンジ、ベイビュー、ディナーコース、ペアご招待者。はい、準優勝チームからのプレゼントがいいですね。ありがとうございます。そして、はい、そして賞金じゃないですね。はい、おめでとうございます。はい、賞金10万円をお送りしております。そしてこちらも大事です。シルバートレイですね、第1回からずっと2011横浜ロイヤルパークホテル、2012横浜ロイヤルパークホテル、2013横浜ロイヤルパークホテル、今年の2014のグランで
お渡しますので、また来年こちらを持って2015を目指して5連覇目指して頑張ってください。はい、おめでとうございます。そういうおかげで記念写真を撮っていただきたいと思います。さあ、それでは優勝した皆さん代表の方にですね、熱いインタビューをお伺いしたいと思いますけれども、視聴者さんたくさん待っていらっしゃいますので、ぜひ熱い思いをよろしくお願いします。今日一日皆さんご苦労様でした。4連覇、させていただきまして、横浜予約はご決定です。ありがとうございます。来年2015年に5連覇をぜひさせていただいて、会社が経営されている2020年のオリンピックイヤーには V9 達成して14年向けて頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さん、この方の選手がそのまま負けましたので、戦ってみんなで強くなっていただきたいと思います。ということで、優勝横浜が優勝された皆様の目録のパネルをお待ちいただいていると思うんですが、これがお帰りの際に受付で本物と交換してください。このパネルを持ってレストランに行っても何にもならないかと思いますので、お願いいたします。ということで、さあ、表彰式すべて終了しましたけれども、その間にですね、会長の本当に今日は思います。どうも皆さんありがとうございました。おかげさまで無事事故もなく、ね、本大会を終了できたことを大変喜んでおります。今日はね、ちょっと寒くなりましたけど、まず天気が良かったことが一番、成功。そして今日、ここにいらっしゃった方、非常に楽しんでいただけましたか。はい、ありがとうございます。岩田はね、走っちゃいけない人たちに一年に一度走れる機会を作ってあげました。今年から、ウェーターグループジャパンとなりました。横浜はやっぱり洋食文化発祥の地、一番西洋料理を一番最初に食べたのはこの横浜の地だと伺っております。この横浜を発信して、横浜から神奈川、神奈川から日本、そして世界へと、羽ばたいていきたいと思います。今年まで来ていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。